こんにちは、清豊さん、はい。まあ、シーズンが終わった球団からもう続々と、うん、まあ、監督だったりコーチが退任という記事が、ね、出てるのちょっと寂しい、寂しいな、はい、寂しい気もしますし、まあ、豊さんが、ね、同世代の例えば岡田監督ももうユニフォーム姿は見れないんだろうなっていうふうに思うよな。う、寂しいですよね。そうするとそこのポジションっていうのはポコッと開くわけで、うん、となると豊さん的に考えるこういった素晴らしい OB の方たち、ぜひそちらのコーチ監督いかがですかという、うん、そういったこう方々 OB の方たちを今日は豊さんに挙げていただこうと。まあ、現役終わって近い方が、はい、うん、絶対体力もあるし、もちろんそうです、まあ、いいと思うし、はい、これから俺が名前を挙げていく人は、うん、ユニフォームから結構遠ざかった人だよね、うん、いやだけど俺はいい選手を育てて来ると思うよ。お、そうですか、うん、それはね、なんかこう自信がある。今から5人の人の名前を挙げるけど、はい、コーチ時代のこういろんな動き方だとか、うん、いろいろ見たりとか、はい、まあ、野球に対しての考え方、情熱だとか、うん、そういうのも含めて、はい、どんなコーチだったかっていうのをね、はい、ちょっとあれするけども、うん、ぜひ、はい、なんか気に入ったら呼んでください、まあ、来てくれるかどうかは別問題としてな。そうですね、そうですね、ぜひその検討リストの中にいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、まずお一人目は高橋芳子さん。もう断るごとにやっぱおっしゃってますよね。いや、芳子さんの持ってる知識とか能力って、うん、はい、まあ、教える能力だとか、うん、あとはね、何よりもね、人より情熱があるわ、うん、教えに入った時、はい、それと自分の子飼いに入った時、うんうん、やっぱまあ愛情深くできるまでやらすとか、はい、そういう寝食共にして教えていくっていうスタイルの取れるコーチになるよ。例えばバッティングで言うとこういう風な独特な教え方してたよとかあるんですか？いや、もうこうやってポンとバットを落とすだけのバッティングだから、最後は最初はこんなとこからこうやって打ってたんだからへえみたいな、はいはい、だけど最後はポンって打ったピョンって入るんだから、そうか、いろんなバッティングも経験してるし、はい、まあ、練習もこなしてるし、うん、いろんな感性も持ち合わせてるし、うん、ただ欠点は組織に合わないということだな、はい、それ致命傷ですよ。どんなことがあっても組織にはそぐわないというか、まあ、俺もそうなんだけどさ、多分どっちかというと、うん、だけど俺はいい指導者だと思うよ。これまでに職人なんだよね、だから。あ、職人、いや教えてる時に声かけて「うるせえ!」みたいな、ああ、そういう感じか、もう時間が過ぎてますね、うるせえみたいな、そんな感じのコーチ。でも上にもきちんと物言うし、間違えたらね、そうですよね、うん、今までの芳子さんは、コーチ経験っていうのは、まあ、あるある、ロッテとかね、はい、だから西岡を育てたっていう。あ、ロッテの西岡選手、うん、同じスイッチだし盗塁走るし、あ、スピードスターって言われてた、まあ、外野とね内野違うけれども、なんで内野じゃない、あ、そうかそうか、西岡セカンドでやってる、あ、そうかそうか、芳子さん、芳子さんショートじゃん、ショートか、うん、あ、だからセカンドとショートでっていうことか。そうそうそう、あ、そうか、で打席に立ってもスイッチいったらしさ、お互いが、なるほど、うん、だからやっぱ共通するとこがたくさんあったし、はい、まあ、西岡を育てたって言われてる、ね、まあ、実績ありますもんね。そうそうそう、ただやっぱり組織に合わない、合わないっていうのがちょっと難点ですけども、これが難点だけども、うん、そこ目つぶれば、いや目つぶるっていう、芳子さんの能力を知ったらびっくりすると思うよ。だから俺は評価してるけどね、はい、組織に合わない以外は、うん、やっぱ組織なんだよな。いやでもそれは俺と共通点があるから話が合うんだよ、うん、うんうんうん、組織にそぐわないというか。豊さんが監督になったらヘッドに芳子さん置きたいなっていうのはあります？まあ置いてもいい喧嘩にならないですか？喧嘩にはならない、ならない、うん、うまくいく。そこら辺は人間の関係性があるから。そうかそうかそうか、だから芳子さん俺には喧嘩売ってこないと思う。喧嘩売るんですか？売る売る売るの？喧嘩上等の人だからすごいな、すごいな、もう子供が大人になったみたいな感じですね。ああそうよでも情熱もすごいって。いや情熱が上回るから。そうか、そういう人でもいてもいいですよね。いやいや、いなきゃダメなの。そうですよね。でも多分2ヶ月ぐらいでいなくなってる首電話がかかってきて、うん、ちょっとコンプライアンス引っかかりました、ね、そうか、でも見てみたいですね。いやいや、この人は球界残さなきゃいけない人なんで、残さなきゃ、残らなきゃいけない人ってことですね。そうそうそう、プラモデル作らせてる場合じゃない
そうよね、プラモデルじゃなくて選手を育てて作ってほしいですよね。そこですよね、うん、もうほんと細かいからね。だから選手にも細かく教えるんだ。選手プラモデルみたいになっちゃってる、こうカチカチが。そうか、ああなるほどな、面白いな。そう、2人目はどなたですか。宮本慎也。まあ、宮本さんもやっぱり声が上がります、ね、ちょっと年齢的にね、まだまだチャンスがあるけど、はい、残らなきゃいけないというのに残ってるけど、球界にもね、うん、まだね、まあだけどこのままではいけないんで、早くユニフォーム着なさいみたいな、うん、その宮本さんがコーチだったり監督に向いてるなって思うのはどこですか。やっぱ正義感だな、うん、まあそういうところがあるから、うん、まあいいかなって思う。それやっぱり特に守備に関してですか、バッティングもっていうことですか。まあ、もちろん何でもそうだけども、うん、特に守備だよね、はい、やっぱ守りという面に関してはスペシャリストというか、うん、まあ、考え方も含めてね、はい、守るのはうまいけど何も知らないっていうんじゃさ困るし、うん、だからまあ教え方もうまいしね、はい、取り方なんかパッと教えるし、うん、だからやっぱこう指導者としてすごい向いてる人だよね、うん、ね、 YouTube もねされていて、いろんな、ね、ご自身の解説だったりとか、ファンが見たい聞きたいって思うようなことを話してくださるので、オブラートがないからね。あ、そうかそうか、オブラートはもう最初から破れてる。破れてるんですね。機能しない。いやだからもう少しなんかこう含みを持ったりだとかあればいいけども、まあでも彼の特徴だろうね、うん、ストレートに言うっていうのも、まあまあそれがやっぱ正義感だと思うけどね、うん、間違ったことが嫌い。ただやっぱりコーチだったり監督に、ね、なればやっぱりその分守備の上手い選手たちも育つでしょうし、まあね、いろいろ打席で考える選手たちっていうのも、まあまああるよね。さあ3人目ですけれども、まあ佐藤芳生です。まあ、この前 の、 はい、はい、あの中日のね、はい、巡回コーチにも出したけど、はい、でもこの人のやっぱ教え方、うん、能力、うん、まあ確かにいろんな選手を育ててると思うけども、はい、だから出会いもすごくいいんだよね、この人運があるというか、はい、やっぱコーチってある種運もあるからさ、うんうん、誰と出会うかっていうね、選手と、はい、だからまあそこら辺の運の持ち主でもあるし、これまあダルビッシュとかね、あ、そうですね、ダルビッシュ投手とか、はい、マー君とか、はい、則本とか、うん、まあ、いろんな選手と巡り合ってきてるけども、うん、吉永さんの教えがなかったらあそこまで行ったかっていうと、うん、まだ疑問だしね。どういう教え方なんですかね。いや、それは俺はピッチャーじゃないかわからないよな。ですね、ただやっぱり素晴らしい選手たちを育て上げてきてるっていうのはもちろん技術的なこともそうでしょうし、なんかメンタル的なことも含めて、まあ、それはもちろんそうか、ね、いやだからあのすごくピッチャーにとっては貴重な人だと思うよ、うん、ただ監督はされてないですよね。やっぱり参謀っていう、いや職人だからさ、監督興味ねえよみたいな、うん、そんな感じだと思う、ね、職人さんが、職人、そうかそうか、そうそうそう、いやだからまたね、その名投手っていうのを作っていただきたいな、見たいなっていう、まあそうだな、ありますよね。そうだな。さあ4人目です。4人目は達川さん。達川さん、達川光雄って言うんです。さあそうですね、はい、あのまあいろいろね解説で炎上なんかもしてね、いやもうねストレートなんだよ、まあ、それと、うん、教えた人に対して愛情深い、だからもう未だに彼のことはもう本当可愛くてしょうがないというか、あ、へー、まあ、そんな感情を持ってるしね、うん、だから本当にあの愛情が深い人だな、はい、うん、あとキャッチャーとしてキャッチャーにどういったことをバッテリーに、いやもうそれはもうあるとあらゆる引き出し持ってるよ、うんうん、だから能力がある、うんうん、まあ、言えばもうゴルフ場行ったらお金とか預けるロッカーがあるんで、はい、ちっちゃい、うん、そんな細かくあの何十分割もみたいな引き出し持ってるから、あ、そうなんですね。そうそうそう、いやだから愛情がある人だよね、うん、選手にで野球が本当に好き、うん、だから厳しさも好き、あ、まあそうでしょうね、うん、キャッチャーにはどういうことを教えていかれるんですか。もうありとあらゆることだよ、例えば困った時メンタル面、うん、まあ、ミーティングもそうだし、うん、だからいろいろやってくれるよ。そうなんですね、うん、なんかどうしてもねよく喋って面白い方っていうイメージが先行、熱い方っていうね、ささやくとか、それは熱い、はい、ただキャッチャーに関しては脱線することないから。キャッチャーに関しては、まあ、他の漠然とあれですよ、脱線だらけだよ、うん、そうですよね。だけどキャッチャーだとやっぱ脱線しないから、うんうん、他ですか、吉彦さんと達川さんが一緒のところの球団にいると どうなりますかね。まあもう大丈夫じゃない、和解してるんじゃない、大人だし、まあ YouTube も出てるしね、あ、そうか、吉彦さんじゃあ大丈夫そうですね、もう一緒に、ね、ただユニフォーム着たらちょっと気性が変わるかもわからんからな。そう、
お互いに。お互いに。だからちょっと分からんけど、はい、でもまあ大人だからもうおじいちゃんだから、うん、2人とも。ああそうですね。それ最後5人目です。5人目はもう新井さん、広松さん。はい、新井広松さん、PL 法政だったかな。はい、で南海だ。南海、はい、で左バッターで首位打者取った人なんだけど、イチロー、うん、を育てた人ってよく言われてるんだけどもね。まあ、あの人のバッティング、はい、この技術の教え方、まあこの人はいいと思うね。どういう感じで？だから力みじゃないんだよ、力じゃないんだよ、うん、やっぱタイミングだってポーンと打つよ、はい、なんかそんな感じで教えていく。じゃあイチロー選手が活躍するようになったきっかけだったりとか、ああいうバッティングになっていったのもその新井さんの教えが。いや、だからイチローは一本足で、うん、ね、当時の監督にいやあれじゃ打てねえって言われたんだよね、はい、うん、でも新井さんだけは信じて、うん、いやイチローは打てますみたいなことは言ってくれたんだと思うよ、うん、だそれから使われるようになってからもうすぐ200本打ったからね。だから何か見抜く力というか、まあ、見抜く力、教える力、はい、やっぱり備わってる人だよね。その後コーチっていうとどこか行かれたりとか。広島も行ってる。丸選手、松山さん、あ、そうそうそう、丸選手、菊池選手、鈴木誠也選手、そうそうそう、そうそうたるメンバーですね。そうそうそう、今いろんな理論があるからね、うん、だから新井さんが帰ってどうなのかなって思うけども、うん、まあ、帰るって決まったら、そうですね、まだどこもまだないですけど、だけど帰るとなったらやっぱ苦労されるかもわからないけども、うん、この人の理論というのはもうしっかりしたものがある。まあ、今挙げた5名の方、まだね、来シーズンどこに行くっていう話は出てないですし、今のところ、まあ、多分出てこないと思う。出てこないのか。いや、可能性があるのは宮本慎也だけで。あ、まあまあ言われてますもんね。他のよりは可能性ないよ。低いですか。だからこそどこか聞いた。だからこそだよ、残してほしいんだよ、この人たちの野球を。残してほしい、ね、まあ、どっかの巡回コーチでもいいよ。あ、そうですね、年齢的なこともありますね。だ1週間のうちプラモデル3日作ってないから4日出てこいよ。吉彦さんじゃないですか。あ、そう、吉彦さんか。そうだね、もう完全にそうじゃないですか。もうそう、達川さんね、もう解説の仕事がバンされたんだったらもうどっか行ってこいよ。ちょっとね、巡回で、巡回でキャッチャー教えてこい。外の空気吸って。そうそうそう、そういうのもあります。そうですね、そうそうそう、この5名が一緒の球団っていうのはどうですか。ダメですかね。いや、これは大変な思いです。監督が大変だ。束ねるのに、うん、大変だと。そうかそうか。ただやっぱお一人お一人やっぱりすごい、あの、教える能力とかね。いや、すごいすごい。能力が高いよ。そうですよね。能力が高いし知識も高い。うん、うん、だからもう伊達にももうね、知識が余りすぎてプラモデル作ってそれをどうか選手はね。そう、いや、もう本当に吉彦さんが俺もったいない素材だと思うよ。そうなんですね、うん、どこか球団の方ちょっと組織にはそぐわないですけど、こうやって内股でこうやって歩く姿見たいよ。見たい。どっかの日本来てあ、豊かみたいな。あ、こんにちはみたいな。見たいですよね。ただやっぱりね、確実に素晴らしい選手たちが育つというか、きっと出てくるっていうことは間違いないと思うので。そうだね。どなたかね、あの、球団の関係者の方でちょっとここ空きがまだあるとか、やっぱりね、コーチもね、個性だから、うん、やっぱりね、基本的には一緒なんだけど、教える方向性はね、うん、だけどなんか違った味付けがあって教えられるような、まあ、なんか特徴のあるコーチが出てきてほしいなと思うね。そうですね、うん、みんななんかこうハンデをしたような教え方しかしない。なんか同じようなっていう感じで、ね、でむしろ今教えなくなっちゃってるから ね、 ね、教えたらいけないだったりとかってありますか。そうそう、だからこの5人の人たちは教わったら教わっただけ上手くなれる人だから、うん、だからまあどっかね、はい、あるといいなと思うけど。どっかの球団の方、巡回コーチでいいから。巡回コーチでいいから。いや、本当に、あの、だから週に4回プラモデルで週に3回巡回してればいいからってことですか。まあ、逆だな。逆ですか。週3プラモの週4巡回でもいいので、そうそうそう、どこか球団の方、ね、ここまだ決まらないんだってなりましたら。いや、困ってない人たちだからね、別に。あ、まあ、そうなんですよね。そうそうそう、皆さんそれぞれ多分今生活を楽しんでらっしゃる方、まあまあ、まあ、だけどこの人たちの能力をもったいないから、ね、はい、うん、あの、活用してほしいという話、そうですね、でした。はい。